ちょっとね、値段のいいやつをちょっと注文してみようかなと思います。和牛カルビとハラミ、和牛カルビハラミちゃんのデータです。着きました。濃厚です。
はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今回はですね、岡山駅内にありますこのサンステにあります焼肉ライクさんにねお邪魔させていただきました。今回は夕方からの、お邪魔だったのですけども、まあ、ここ昼からでもね飲むことが、いただけることがねできるということで、まあその時間帯的、平日はそのドリンクが、18時までは半額サービスということで、まあ、一人飲みとか特にいいかもしれないですね。はい、で、まあ、今回なんですけどね、まあ、前回も言ったんですけど、やはりねその女性が一人でも行ける焼肉店ということでね、女性客がね本当多くて年齢層も幅広いなと、思いますね。でそのまあもちろんその焼肉って言ったらがっつりとかそういうね量が多いイメージがあるんですけども、この女性に合わせたメニューがねいろいろあります。その限定というか、まあ、もちろんその女性向けのメニューもあるんですけど、男性も注文できたりとか、はい、ありますね。まああとその黒毛和牛とか、その手軽に食べれると思いきや、そういうちょっと高級なねお肉も、いただける、場所かなと思いますね。はい、というわけで、まあ、今回はねこういう形で、黒毛和牛、松阪牛というね感じでお伝えしましたけど、まあ松阪牛は特にネタというか、まあこういう企画面白いんじゃないのかなと思ってやってるのかなと思いますけど、皆さんもぜひ行ってみてください。営業時間がね11時から、夜の22時まで、やっとるということなんで、ラストオーダーが、21時30分ということです。はい、ぜひ行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。